でその後やっぱり僕らの年代って、うん、テレビの洋画劇場世代なんですよ。そうですね、地中間に4回か、はい、でその中で一番印象残ってるというか映画好きだなって思ったのが水曜ロードショーが1976年開始5周年記念特番だったと思うんですけども、うん、その時すごかったんですよ。6月か7月に真の侍前編後編やりましたね。そういえば、うん、はいはい。でその頃確か黒沢さんが黒沢監督がデュース・ザーラで、うん、カンヌでなかったアカデミーの外国役者として、うん、そうですね、はい、まあ再評価ってことが変ですけども、うん、ちょっと失礼なんですけど、まあ、マスコミに にぎやかしていた時で、うん、たまたまテレビで死の侍を見て、うん、ですごい面白かったんですよ、はいはい、前編後編で、うん、当時2週に分けてやったね、3時間以上の映画は、うん、でまあ面白いって僕が説明するまでもないから面白い映画です、はい、で驚いたのは11歳小学校5年生か5年生の時に見たんですけど、その後10年後にまたリバイバルしませんでした。はい、やりました、やりましたよね、はい、それ劇場でやりましたよね、それを劇場見に行ったんですよ、はい、で10年ぶりに見た死の侍なんですけど、うん、小学校5年生の僕が見た死の侍全て覚えていたと、はい、うん、あ、なるほど、鮮烈に覚えてたと、うんうん、だから大体忘れちゃうじゃないですか、はい、うん、で忘れちゃう映画が多いのにもかかわらず、うん、死の侍っていうのは記憶通り、うん、本当に面白いぐらい僕は全部これ覚えてるなっていう、うん、いうのがありました、はい、うん、だからそのまず好きになったきっかけっていうのは、うん、黒澤明監督の死の侍ですね、うんうん、なるほど。